松井咲子は日本のタレント、ピアニストで女性アイドルグループ AKB48 の元メンバー。サムデイ所属。埼玉県蕨市出身。蕨市立中央東小学校、蕨市立第一中学校、東京音楽大学附属高等学校卒業。東京音楽大学音楽学部音楽学科器楽専攻ピアノ科入学、その後休学、中退を経て、東邦学園芸術短期、大学芸術科音楽専攻に入学、2017年3月同校を卒業。2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年チーム A フィフスステージ、恋愛禁止条例公演チーム K フォースステージ、最終ベルが鳴る公演チーム B フォースステージ、アイドルの夜明け公演チーム K フィフスステージ、逆上がり公演研究生、アイドルの夜明け公演シアター G、ロッソ、夢を死なせるわけにいかない公演チーム K6、ステージ、リセット公演、篠田チーム A、ウェーティング公演横山チーム A、ウェーティング公演甲橋チーム A、恋愛禁止条例公演過去の出演番組。ありがとうございます。